さあこうして西洋音楽の系譜をだんだんと現代に近づいてくるというふうに辿ってまいりました。このステージ締めくくりの曲はラフマニノフでございます。ラフマニノフというと、ロシアの作曲家、ピアノの曲がとっても有名なんですけれども、合唱についても我々合唱団ポトフではその歩みの中でとってもラフマニノフ欠かせない存在でありまして、2003年と2013年にもラフマニノフの番頭という曲の全曲演奏に取り組んでおります。この番頭という曲は、全15曲1時間無伴奏で最大8パートに分かれるかな、とても歌い応えのある難しい曲ですけれども、まさに合唱音楽の金字塔と言える作品だと確信して、我々合唱団ポトフにとって大切なレパートリーになっています。来年はラフマニノフは生誕150年、そして没後80年というメモリアルイヤーだそうですね。ということでラフマニノフのお祝いと、そして合唱団ポトフの25周年を記念しまして、非常に祝祭的なアレルイヤを含む、番頭から第8番をお送りいたします。